皆さんいつも見てくださってありがとうございます。甘美です。はい、ここはね敬語でいきましょうね慣れないなタメ語ほんと。まあということで昨日の自己紹介動画の続きいこうと思うよ。思うよ違うな思う思うよ好きな音楽はやっぱり子供の影響からボカロだとかハニーワークスさんだとか、東方プロジェクトの東方ボーカルとか聞いたりはしますね。で、あとお兄ちゃんが太鼓の達人が好きだから太鼓の達人の曲だとか、あとはねもうほんといろんなジャンル聞くのが好きなのであんまり決めてはないんですけど、まあ、西野カナさんとか、あとね、グリーンさん。グリーンさんもともと好きではあるんですけど、テレビ番組でグリーンさんが登場されて、なんかいろんな話を聞いて、あ、グリーンさんってこういう方たちなんだなっていうのが分かって、それからまた、あ、いいなと思ってグリーンさん聞いてますね。あとは、歌を歌いながらだとか、作業する時も大体音楽流してますね。はい。もう我が家はそんな感じで、あ、そう、しんくんとかね、まーちゃんも音楽聴きながら勉強したりとか、お父さんもね、私の主人ですね、お父さんもなんか音楽聴きながら歯磨きしたり、なんかドライヤーしたりとか、腹筋したりして、ま、して、してるよ。そう、だから本当音楽はね、我が家はみんな好きですね。あと好きな映画ですね。好きな映画、まあいろいろ見てるし、もうなんだろう、どっちかといえば小さい頃見てた映画の方が こうよく残ってるかな。ほんと今で言うさ、ハニーワークさんのさ映画とか、あとほら君の名はとか、もう本当にもうそういうのも好きなんですけど、昔から小さい頃からよく見てたのは隣のトトロ、ちょっとネバーエンディングストーリー、ワンですよ。ワンとか、あとね、昔ねベートーベンっていうワンちゃんが本当私昔から好きで、でベートーベンっていう映画が昔あってめっちゃ見てましたね。わかる方は多分少ないと思うけど、わかる方いるかなそう、だからでももう本当ね、トトロはもう宮崎さんの中でやっぱり私の中でトトロは一番です。皆さんはどうですか。もうなんかね楽しくなってきちゃったね、なんかね。あとは、昔学生時代好きだった教科は音楽と図工、はいあとなんだ、あ、そうそう、私生まれは九州で、本当いろんなとこに点々点々と住むタイプだったので、いろんな言葉が混ざってます。混ざってるよ。まあそんな感じかな。前も言ったんですけど、私は嫌な面を言ったりするのがあんまり好きじゃないので、裏表は好きじゃない、はい、だから本当もう素な感じで結構動画出してってるんだけど、やっぱりねほらもう素ではないって言えばちょっとだいぶ光当てたりとか、ちょっと照明明るくしてるして、シミとかシワをなるべく隠しているよ。そこは嘘をついてますだからすごい肌綺麗ですねとか、なんか昔ねこうコメントでくださったんですけど、嘘嘘嘘なんです、これは嘘ですよね。ただやっぱり YouTube の中ではね綺麗でいたいんじゃないですか。なのでだいぶ当ててますよ。まあ当てててもこんなんだけどね、もう体重だって本当前動画撮ってた時、自撮りしてた時より3キロぐらいもう太っちゃったんで、お正月舞台とか、だから本当ねどうしようかな、もう3キロ痩せて撮ろうかなと思ったんだけども、そしたらね3キロ痩せるまでのもったいないしね、みんななんかもう動画出したかったのよ。だからもう3キロ太ってても動画私は私だと思ってね、皆さん仲良くしてください。はい、ということで、まあ甘美の自己紹介としてはこんな感じです。もし私自身のことで質問があったり
まあ、悩みとしてはね、なかなか解決ができなかったりとかはあると思うんですよ。やっぱその人の悩みっていろいろあるから。だからまあその悩み相談っていうわけじゃないけど、まあ、話してね楽になるんだったら、そういう悩みとかもねコメントにどんどん残していってください。あ、切っちゃった。もうね、やっぱね37にもなるといろいろ来ますよ、やっぱり。だからほんと一つ言えることは、またこれからまあどんどん話すけど、若いうちから肌を大切にしてください。はいもうね、私もね、もう小さい頃水泳部で、小学校の頃本当にもうすっごい焼いて日焼けしてっていうタイプだったので、今になってシミがすごい。これはね、皆さん焼かない方がいい。焼くにしてもやっぱちゃんと日焼け止め塗るとかね、そういう状況になったとしてもした方がいいよ。はい、もうだから37の私がこう伝えれることってあると思ったな、動画の中でも。だからこれからも37のかんみちゃんをよろしくお願いします。はいで、まあ私だけじゃなくて、ほんとまおちゃんとかしんくんとかも動画に、お父さんもね動画に出てくれると思うので、まあ、顔出しはちょっと NG なんだけどね。だからこれからもどうぞどうぞよろしくね。皆さんありがとうね。また見てね。